やっぱり失点の時間帯だったりとか、やっぱりチームとしてイージーなミスだったりとか、個人としてももっと改善できた部分はあったと思うので、そこは次に生かしてやっていかないといけないですし、本当にチームが一つになって、やっていかないと厳しい戦いが続くと思うので、もう一度意思統一を図って、攻守両面において、もう一度アグレッシブさというのを取り戻していく必要があるかなというふうに思います。前線だったりとかだったり、後ろの人だったりが思っていることだったりとかすり合わせていかないといけないですし、失点場面だったり他の場面でもやられそうになった場面だったりとかも、どういうふうな対応を取るべきだったかというところと、どういうふうに思ってたかというところは話して、それを一つ一つ解決していくことが前に進んでいけることだと思うので、昨日の敗戦で学んだことっていうものを無駄にしないで今後に生かしていかないといけないと思うので、それは引き続きどんな試合の後でもやっていく必要があるかなと思います。思ってるだけでも意味がないので、チームとしてどういうふうにやっていくかっていうことを考えないと何も意味がないと思うので、お互いがコミュニケーションを取って、どういうふうにやっていくかっていうところと、個人で勝手に思ってるだけでもやっぱりチーム全体に広がっていかないと意味がないと思うので、本当に一つになるってことが今すごい大事じゃないかなというふうに思います。エネルギッシュなチームだと思いますし、若い選手が躍動しているような印象もありますし、そういった相手にまず、球際だったりとか、戦う部分でまず上回っていかないといけないかなというふうに思うのと、チームとして一つにまとまって、戦っていくことが一番のキーじゃないかなと思いますね。前節途中からの出場になりましたけれども、少し振り返りをお願いします。流れを変えれなかったことがすごく悔しい部分でもあり、本当に逆に流れを悪くしてしまったっていう部分、本当に悔しいなっていう試合でした。チームに入ってみての雰囲気っていうのは今はどんな感じなんですか？負けてるので、いいとは言えないと思います。ただ、雰囲気は良くしていかないといけないものですし、また試合が続くので切り替えてっていうのは難しいかもしれないですけど、次の試合勝てるようにしっかり準備していけたらいいなと思います。神谷選手、個人的には何が足りないかなっていう感触ですか？全て足りないです。やっぱりこの、攻撃面でもっと個で打開できるようにしていけたらいいと思いますし、個で打開できないところでももっともっとチームで、いいコンビネーションを作ってやれれば、もっと頭使ってやれればいいかなと思ってます。次節はレイソル戦、古巣になりますけども、古巣のそのイメージ、印象をお願いします。多分誰が見ても、上位にいるので圧倒的に実力のあるチームだと思いますし、古巣なのですごく意識をしてます。その相手に対して、どういうふうに戦おうとか考えてますか？相手どうこうというよりまず自分たちがどういうふうにサッカーをしていくか、どのようなスタイルを確立していくかっていうところをメインでやっていかないと、今後にもつながらないと思うので、まず自分たちが、どうしていきたいかはっきりしないといけないのかなと思います。じゃあ最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。今本当に勝ててなく、サポーターの皆さんの気持ちも伝わりますし、僕たちも、本当に苦しい、精神的にもやっぱきつい部分はあると思いますけど、毎試合来ますし、そのためにしっかり前を向いてやっていきたいと思うので、一緒についてきてほしいなっていう気持ちでいっぱいです。次の試合に向けて、時間は限られてますけど、最善の準備をしていくっていうことが一番大事だと思いますし、体的な部分もまたメンタル的な部分もやっぱりもう一度 100% の準備をして 100% の状態で挑めるように、やっていく
ことが一番大事じゃないかなと思います。まあ、やっぱりチームとして組織としてしっかりとまとまっていけるような役割ってものを果たしたいと思いますし、それは本当にピッチの上でのコミュニケーションだったりとか促しだったりとか人を動かす部分だったり自分が動く部分だったりそういったところは本当に一瞬の隙も与えないようにやっていく必要があると思いますし、そこが一番自分の中では求められているところだと思うので、それを果たした上でしっかりと結果をつかみ取っていけるようなプレーにつなげられればいいかなと思います。なかなか本当に勝ててなくて、その中でも本当にサポーターの方々は常に背中を押して応援してくれていて、そういった方々にしっかりとその思いっていうものを伝えられるように感謝の思いだったりとか一緒に戦ってくれてるっていう気持ちを、僕たちがしっかりと背負って、戦っていかないといけないかなというふうに思います。質問をありがとうございます。前節は悔しい敗戦になってしまいましたが、もう一度心を奮い立たして8-3を取って帰ってこれるように、頑張っていきます。応援よろしくお願いします。